こんにちは。アマゾンサポーター堀弘です。学校英語は役に立たない。生病法は大怪我のもと。海外でのビジネス習慣がない日本人が学校で習った英語力、プラス日本の常識で判断する、寄り取りするとトラブルになる可能性が高いです。アマゾン輸出をするなら英語ができない方が無難です。 海外のビジネス習慣を分かってない人で、英語ができる人は要注意。海外のサポートをしてる人が、スリーアウト4を知らないので、驚いたことがあります。まあ、英語できますということで、ね、えー、eBay なり Amazon なりのサポートをしてる人が、まあ、ちょっとね、書いてた記事で、まあ、これ明らかにスリーアウト4に引っかかってるんだろうなと思って、質問してみたらね、何ですかそれガイドラインのどこに書いてありますかというふうに言われて驚いたことがあります。 まあこれははっきり言ってアメリカでは常識の概念なんですけど、まあ当然ね、アメリカそんなことない、あるいはアメリカでビジネス、えー、したことない、アメリカ人とビジネスで関わったことがない人には全く知らない外、まあ、概念だと。で、アマゾンならではのね、えー、注意しなきゃいけない点。まあ、アメリカあるいはオーストラリアのね、ビジネス習慣を、えー、分かってやり取りしないとまずい点。多々ありますんでね。まあ、 海外でのビジネス経験のない人ほとんどだと思いますけど、まあサポートを受けてえ、アマゾン室に取り組むことをお勧めしますまた、あのどんなサポートしてるのとかねそういうのはね無料メールセミナーの方でご紹介しますのでよければ登録してみてください。アマゾンサポーター堀秀夫でした。